さあもう今日はね、まあまあ渡部から触らなしゃあないかっていう、ことやねんけども、はい、とにかくまあ俺は記者会見見れてないんで、はい、文で読んだだけやねんけども、うんうん、まあ文で読むのと、生で記者会見を聞くのと全然違うでしょう、うん、はい、お前らは一応、はい、見たの？私も見れてないです。ああ、マキロは？私も見れてないです。あ、見れてないというか、別に見たくないという、いや、テレビを見てなかったので、ちょっと。違うやんか、もしあれでも、でもそんなに見たくないってことやろ？はい、ああ、どうですかね。そういうことやろな。見たかったら見るもんな。そうですね。うん、正直だけ見てるんですよ。そうですね。しっかり。それは。メンバーでちょっと見て、ワイドショーでずっとやってたんで、いろいろと。まあなんか歯切れの悪い、ちょっと。まあ、じゃあないわな。うん、歯切れよく喋るのもな。うん。まあ、ああいう時にほんまに、みんなね、ジョニオは、俺をね、横に、囁き狼みたいに、これ言いなさい、あれ言いなさいって、はい、囁き狼の格好して、出てほしいってみんな言うねんけど、うん、俺も出たかったんですけどね。渡部のことやから、はい、とにかく、横で囁き狼で、ね、こう、うん、どう、多目的トイレどうのこうのって言った時に、言ってませんって言いなさいとか、いうパターン、うん、やっぱりみんな嫌うんですね、みんな、うん、そう、まあ、俺が横にいることを、うん、でまたギャグも言えるような状態じゃなかった、うん、多目的トイレ使って、うん、どうしよう思ってたんですかとか、うん、ね、いや、こういう風な部屋作りたかったんですとか、そういう風なも言うこともなく、うん、もうずっと、なんかこう、笑いがないから余計。笑いが、まあ、笑い入れたらあかんやのかな。はいはい、まあ。まあまあ、そうして、週刊誌の記者がわわわわ言うて、はい、自分が落ち込むのが一番ええねやろ、世間的にはな。うん、そうなんですね。そう、あこで笑わしに行こうとか。まあ、おぎやはぎが言うてたのは、うん、まあ自分でも泣きたいっていうか、泣く芝居っていうか、したかったみたいなんですけど、うん、まあ涙が出てなかったから、うん、松田聖子ちゃんの記者会見を思い出したいって誰かお前お笑い仲間やからちゃんとフォローしたれよお前ほんまにもうみんな冷たいよな、もういろいろなことがあってね、いろいろあって、俺なんかまあ渡部と番組やってましたから、はい、スペシャルなんかでね、うんうん、だからもう渡部と宮迫がまあまあとにかく行列の、法律事務所なんて、はい、メインがもう3人いないわけですからね、新助抜けて、宮迫抜けて、うんうん、渡部抜けてって、はい、もうこんなば、だから法律の番組やると、なんか頭が、なんかおかしくなるのかな、法律に縛られて、どうのこうので。そんなことは。いや、おかしいってあんな、一番組で三人が今レギュラーでいなくなる、はい、僕は新助が抜けたんで、ちょっとスペシャルだけ手伝ってくれませんかっていうので、今行ってるんですけども、それでまあまあ、いろんな番組に派生して、誰も知らない明石家さんまっていう番組も今回放送、来週か、放送があるんですけども、うん、それはそのスタッフで、そのメンバーでやるんですけども、うんうん、やっぱりもう渡部と宮迫がいないっていうのは、絡み的にはものすごい、まあまあ東野と後藤しか残ってないからね、はい、4人のパターンもあったんで、うんうんうん、その辺はやろうと思って、わあいないとかいうのがいまだに、ありますから、とにかくまあまあ番組的には戻ってきてほしいんですけども、うんうん、まあ、他事務所的にはあまり明石家さんまの周りには行くなよと他事務所的にはねなんかやっぱりなんか持っとるぞと、ね、何を持ってんの、いやいや、なんかすごいもの持っとるぞと、うんうん、これはね、花子って言うと、はいね、キングオブコント、うん、ね、優勝して、はあ、みんなもあの3人もね、さんまさんに会えると思ったら、うん、事務所から今さんまにお前たち会うなと、そうなんですか、死んでしまうぞとどういう脅しやねタレントに今お前たちはさんまに会うな、死んでしまうぞって、そんなまだ防御の仕方もわからずと言われてるのも事実ですけども、うん、まあ、とにかく、痛いよね。といって年末のガキ使に出る出ないは、言ってないんでしょ？まだ言ってないんです。ああ、はい、その辺がどうすんのかね。うん、だから、いろいろ、まあ、賛否両論らしいけどもな、もう許してあげてもいいんじゃねえかとか、うん、いやいや、出すなとか、うん、見てるだけで気持ち、女の子なんか特にね、はい、
そのトイレが効いてるみたいでね、うん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 、まあ一応あの二人はあの了解でトイレ多目的トイレで愛、うん、を確かめ合ったわけですからね、うんうん、その多目的トイレで愛を確かめ合ったらあかんのかっていう、話なんですけどどうでしょう。どうでしょう。振られます。まあ、ヘチですかとかね、うんうん、そういうのまあ好きな方聞かれてましたけど、うん、まあ、まあ違うと。でもまあそう思われたらそうなんでしょうと。うん、ああそう言ってた。はい。ああ、そうそうそう、だから、女性陣がね、うん、その、不快に思うとか、なるけども、らしいねんけどもやな、あくまでも俺たちは笑いっていう分野なんで、うん、それで笑いが起こって気持ちよくなっていただければね、世間の皆様がね、うん、それはなかなかならないもんなのかな、うんうん、でも、いやいや、女の子もね、ゲイやったら来てないでしょうしね。そうやね。うん、いや本当にそれもそれはちょっとなんかかわいそうかなとか思いますよ、うんうんうん、まあそうそうそう、それで全部告白されたわけやろ、はい、本人たちも了解して、うん、まあ文春さんもねうまいことそういうふうな聞き出しをしたと思うんですけど、まあ、そういうことやけど、まあ結局6ヶ月前と何にも変わってないということか。そうですね、ですね、印象的には、わざわざ記者会見したのに、はい、言葉も、うん、何もかも変わらず、うんうん、6ヶ月後に記者会見、うん、だから謝罪会見という形なんですけど、うん、やっぱりまあそういうなんか年末の番組に出てるから、これは復帰会見は復帰会見でしますって言っててんけど、それ謝罪会見やらし、もう復帰会見やろみたいな感じにも捉えられてるっていう部分もあるんですよ。あ、まあまあ多分そうやろな、はい、ガキ塚が本当にあんのかどうか知らんけど、はい、俺もあさって聞けんねんけど、あさって教えたのか。いいんですか。で一番にそれもまたぐっとあのじゃあお前らが聞きたかった。あ、まあ、聞きたいわ、聞きたいわ、聞きたい。あ、ほんならね、LINE してあげるわ。やったー。毎年録画してみてるから、嬉しい。あさって、そのスタッフと、はい、会うんでね。どやねんって、まあ、俺に教えてくれないか分かりませんけども。まあ、今これもし聞いてたら、あさって流されるかもしれないって思ったら言わないですよね。言わないから。言わないから、ヤングタウンの不安には、来週、はい、発表できるかどうか。すぐ口が滑っちゃうから。で、まあ、俺関係ないからね、あれ。まあまあまあ、そうですけども。出ますよって。はい、やっぱヤングタウンファン嬉しいでしょ、うん、あ、やっぱり出んのかとか。ヤングタウン聞いててよかったって思うでしょうね。あ、だから詳しく、あさって聞きます。記者会見後、はい、渡部はどうやったとか、うん、小島の方の反応とか、うんうん、いろいろ聞いてきます。まあ、そうですね、さんまさん、まあ、両方とね、うんうん、言ったら仲いいですし、麻雀もしたり遊んだりもしますから、うんうん、そうそうそう、小島とはね、うん、で小島はね、ラジオで、一度渡部が休んですぐに涙のラジオを、うん、渡部の代わりにやったって言って、はい、で、ものすごい渡部のこと悪く言ったんです。うんうんうん、ほんで、俺はもう偉いなと、うん。とにかく、わざと、お前やっぱりさすが相方やなと、わざとあんなに、悪く言うてんなって言って、うん、いや違うんです。興奮してたら、自分の気持ちが全部出てしまって、言って、お前、あれ本音かって言って。シンプルな愚痴だった。シンプルな愚痴でしたって、わけのわからんこと。言ってましたけども、だから本当にコンビでね、俺なんかは宮迫をちょっと預かりの形になって、うんうん、雨上がりとしてカムバックさせたいけども、うん、ホトちゃんの気持ちはどうなのかとか、はい、こんなアンジャッシュも小島の気持ちはどうなのかとか、うん、そこまで踏み込めないんでね、うん、俺も。だからお笑いコンビってね、仲悪くても笑いというのに向かってみんな言ってるわけじゃない、うん、その夢ね、はい、笑いというゴール、うん、まあこれはもう、笑いというゴールはもうどんどん走ってもどんどん向こう逃げていく、ゴールなんですよ。だから笑いにゴールは、ないんですけども、だからみんなそこ目指して一応走ってる、感じなんで、うん、そこを目指してる二人なのにいろいろあるっていうのは、俺も、50年も40年も前からコンビ同士の愚痴を聞いて、うん、で、もう、コンビ別れしようと思う。こっちからもまたコンビ別れしようと思う。まあ、待てよとか言う。コンビ別れさせかけたのもありますし、ね、コンビを引っ付けるというのもあったけど、別れさそうと、なんか。あれは俺の計算ミスやったの、確かね。
そういうことがあって仲良くもっぺん考え直すと思ったんですね、はあ、だから巨人阪神にしても他のコンビも全部そうですけども、ちょっと流行ったんです、うん、あの巨人にね、はい、お巨人阪神がお前の悪口言うとったで何とか言って、で阪神どこ行ってよ、おい阪神巨人がお前の悪口言うとったでって言うて、何って言うて仲良くなるもん、うん、あうせうせやって、うん、いうね、伊沢さんもそうやって悪い海出せよって、俺はそういう考えで、はい、そういう行動に出たんですね、うんうん、勝手に戦国時代の悪役みたいな勝手に戦さしとって白乗っ取ろうと、うん、誰もそのいい話し合おうってならなかったんですね、うん、思惑通りに進まなかった、もっと絆がこう深まる思ってたんですね、うん、俺はね、サモさんはね、悪口言うとったで、悪口言うとったで、うん、何言うんだ、もう話し合わなあかんと、おい阪神巨人とか言って、うん、二人が集まって、お前は俺の何が不満やねんとか言って、いやいや俺はないけどとか言って、ぶんなら巨人僕の何の不満やねんって言いながら、うん、あないのか、これはさんまがわざわざ優しくコンビ仲を取り持とうとしてやってくれたんやって、うん、でまあ何日後かにさんまありがとう、俺はまた一からやり直すわっていうシナリオは頭まで できてたけど、シナリオはあったんですけど、なるほどね、それが全部全部裏で、あそう言うとったかやっぱりとか、こっち行っちゃおい悪口言っとったで、やっぱりな、あええわもうそ ほっといたいね、いやあええとか言って、は違うコンビに行ってね、はい、ってずっとね、前からそれ分かってました、え何が、いやそういう展開じゃなくてあのあらどうしましょう言って、3ヶ月後にみんなに怒られたんです、うん、3ヶ月後、お前、うん、漫才コンビってお前はピンで分からへんやろけど、うん、そんなんちゃうねんってもう要するに夫婦喧嘩やね、夫婦喧嘩は犬も食わぬって、うんうん、昔から言うんですけども、はい、犬だったら俺食べてしまったんですね、うん、その相方喧嘩を全部食べたって咀嚼してしまったら、ね、こういうねもんって他人が入ったらあかんなっていうのがもう、はい、だから40年前に僕は分かってますから、はい、コンビ仲、どうのこうのってそれはもう大人の世界ですし、うん、俺がその中学校高校生ならね、こう仲良く喧嘩して仲良くなるいうのもあるけど、うんうん、あんなね奥さんよりも長いこと一緒にいたり、うん、近場にいすぎたり、するとね、笑いっていう夢に向かってるけどやっぱりなんか不満も出てくるんやろな、あんだけ、うん、まあまあ愛し合った結婚した奥さんでも不満出てくるわけやからね、夫婦って、うん、そういうもんやろ、うん、だから難しいよね、だからどんな気持ちが、小島が今どんな気持ちなのか、ホトちゃんが今どんな気持ちなのかとか、はい、もう全然アンタッチャブルの山崎と柴田も、はい、ね、いろいろあったみたいで、よかったねお前って帰ってきてとか言うても、いやーとかいう感じやからやな、今はもうそれをちょっと乗り越えたみたいでね、うん、だからお前らはあんまりね漫才コンビに口出すなよ出したこともないですし、出そうとも思わないです。出す必要もないですし。ね、必要がない。おかしいでしょ。漫才コンビに対して、アイドルが言うのも。いろいろあるけどな、仲良くやるよって。言わない言わない。結局ね、はい、愛という笑いやからな、笑いという愛やからな、うん、そこを言ってあげたらええね、うんね、うん、だから誰がどういう状況であろうが君たちは面白い漫才を見たらええねもんね、うん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 、結局そうやろ、そうです、はい、笑えたらそれでいいです、そうやろな、はい、笑える状況に、なればええねんけどもね、うん、だから分かりました、あさって聞いてきてください、もうあんまり聞かなくてもいいですよどっちお前は教えてほしい、あ私は教えてほしいです、正直はどっちでもいいの、もう教えてほしいか教えてほしくないの、いや、まあ、できれば教えてほしいですけどできればこれで様子見てんのかな、スポンサーさんとか絶対そうやと思いますよ、あ、まあ、世間のこう、まあ撮ってるか撮ってないかもう言うてないやろ、うん、昨日はい、うん、あの、まあ、周りはもうねそういうふうな部分であるけど、本人渡部君はもうそこは私の口からは何も言えません、言えませんと、私の口から言えませんことは収録してるということやな、あ
今松本に連絡したら分かるわ。そしたら。いらんよね、別に。いや、あさってで大丈夫ですよ。困るでしょ、うん、まさかそんな連絡来ると思わないですよ。そやな。そやね。俺も大変やねん、お前。昨日、おとついと和太鼓さんが連絡があって、うん、正月暇やねん、うち。お前も暇やってテレビで言うとったな。ずっと一緒に過ごそうか。へえ。仕事なんです。うそやん、お前1日と2日だけや言うとって。いや、全部知ってるよ。把握されてる。他の仕事。本当に和太鼓がうちの家に来るかわからないって。ほんで俺岡村のとこに逃げるって、逃げたら私追いかけるからって、うん、だから2人とも結局岡村の家に行く。で俺とアッコさんが岡村の家に行くと多分岡村死んでしまうと思うんで、はい、あの岡村とこは新婚やしやめてあげようと、うんうんうん、どこの家に行こうっていう今、はい、計画を2人で立ててるんですよ。怖いやろ。怖いですね。ひょっとしたらあなたの家かも。さんまとアッコが現れる。すごい怖い。さんまアッコのお宅訪問。絶対待ってます、待ってます。お前どこ行ってもええの。いいですか。やったやめた方がいいよ。お前、アッコさんと俺がお前の家に行く。すごいすごい。いや、お前はええことだけど、両親が。あ、だけど母も喜ぶと思います。喜ぶ、うん、お前、アッコさんが呼んだとこ知らんねえな。そりゃ知らないですよ。あ、あんなアッコにお任せとか、のようなアッコさんちゃうよ、酒飲むと。あ、そうなんですか。そうや。あ、でも私まで19歳だから、飲めないから、アッコさんのもあるやないか。はい。てか、お父さん、お母さんらは。はい。あ、お母さんとお父さん、あんまりお酒飲めないですね。いや、飲めんけども、飲まされてると思う。飲まされてると思う。飲まされてると思うわ。そこに多分、アッコさん来ると、島崎和歌子ついてくるから。もう、島崎和歌子は、もう、アッコさんが、さんま、助けてくれと。島崎、なんとかしてくれと。あいつ酔うたら、わし説教しよんねや、言うて。それがついてくんねん、もう今、島崎。俺が行ったら、アッコさん来て、アッコさん来たら島崎ついてくんねんからな。じゃあ、お家掃除しておきます。知らんぞ。それを止めるために、出川と竹山が来るぞ。どうぞ、勝又と。そんなに入らないか。アッコさん帰りましょう、言うて。三人、羽がい夢にして、うるさい、お前らとか言って。結局大変なことになるけど。絶対嫌ですね、それ。絶対嫌やるから、正解でこいつ来てほしいっていうことやな。知らんからよね。ああそうか、お前ら そういう便に追ってないからか。すごいよ。俺もその電話ね、夜中かけるんですよ、あの出ない時間に、うん、もう寝てはるやろなと思って電話かけるんですよ、うんうん、ほんだら何やさんもある、うわ出ないって。一旦切るんですよ。お前出たあかんのかって。すごい。すごいよ。じゃあ、アーロン・ジャッジも連れてきてください。え、なんで、俺もアッコさんもアーロン・ジャッジは知らないし。うん。アーロン・ジャッジ来たところで、お前ほんでアーロン・ジャッジ酔うて、お前バットで頭殴られてどうすんの。殴らないです。あのスイングやったら首飛ぶぞ。大変やぞ。行きましょうか。はい、MBS ヤングタウン。赤城さんまです。令和の剣の間村上翔司です。ごめんなさい、三河春馬です。タティースジュニアのお母さんと妹がマリアでした。牧野マリアです。ごめんなさいね、週末のレモネード。全略のコーナーというわけで、今日はなんか2週連続、はい、ゆいくぼが来てるっていうのは、はい、なんか不思議な、俺横山やとばっかり思ってたんでね、はい、うん、来週がちょっと舞台の本番で出られないので、誰か私がなので、横山とチェンジさせてもらいました。あ、そうか、舞台何やんの今度。あの堀江門さん主催のミュージカルクリスマスキャロルというのに出演させていただきます。12月9日からですね。ホリエモンのミュージカルやんの。そうです、歌って踊ってます。ホリエモンさんも、え、本人も。はい。想像つかなかったな。あのホリエモンやろ。はい、しっかりセリフ主役で。そうです。へえ、お前、はい、あと役者さんでやろ。はい、はい、はい、舞台も初めてやろうしな。あ、私はあのモーニング娘。卒業してから初めての。じゃあやんか、あのホリエモンさんは
はこの舞台は、まあ、10年前に一度やって、やってたクリスマスキャロル、あ、もうやってはんの、はい、で3年前から初演の10年前と3年前から毎年で、そんなやってはんの、はい、知らん間に。そうです、そうです、舞台役者でもないのに、うん、すごいな。あ、好きなんだ、舞台が。なんですかね。ははー。もう毎日すごいんですよ。差し入れ、舞台稽古場への差し入れだったり。堀江門さんがやってくれはんのか。そうです。はあ、そうかそうか。はい、よろしく言っといてください。はい、わかりました。あの人、偶然にも、高文なんです。うん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 。堀江高文で、ね。はい。同じ名前なんです、僕と、うん、字は違いますけども、うんうん、そういう縁で、はい、何回かお会いさせてもらいましたけど、さんまさんもタカポンなんですね。え、さんまさんもタカポンって呼ばれます？え、タカポンって呼ばれてんの？堀江門さんタカポンって呼ばれてます。お前が俺にタカポンって呼んだら張り倒すよ絶対言わないようにします。まだポンタカの方がよ。ポンタカかわいい。かわいい、かわいいことあれへん。ポンタカ、俺はちっちゃい頃はタカボーでしたけどね。少女小さい時、しょうちゃん。アベベって言われてない。いや、小さい時。俺、アベベに憧れとったから、裸足でよ、走っとったから、アベベって言われた。小学校5年生。運動会の時な。はい。お、アベベって。貧しいから、靴買えなかったんだ。そうそう。ゾリって、わらゾリ、親父が、校内マラソン大会で編んでくれて。それで、走って校内出たところで鼻が切れてもうて。そのね、裸足の走る、アベベっていうすごいマラソンの英雄がいるんですよ。うんうん、2大会優勝かな、ローマと東京オリンピックと。が2大会連覇。それは裸足。東京の時は靴さすがに履いてあったけど、ローマが裸足で、裸足で 42.195 走った。すごい。すごいやろ。とんでもないよ。裸足やで、ね。とんでもない、これ。本当にとんでもない。裸足で、もう5時間、6時間かかっても裸足で 42.195 走れない、うんうんうん。それを走った人やね。アベベっていう英雄がエチオピアに、いたんですけどもね。そういうことなのか。こちら、ともくん5番からいただきました。電力屋のみなさん、こんばんは。こんばんは。牧野マリアさんは4歳の頃、初めて訪れた札幌ドームで手紙を受け取ってもらったのが、大の心情不安ですが、先日テレビ番組で念願の初共演を果たしました。うん。はい。その喜びを SNS に連日アップしています。その新庄さんが NPB 復帰を目指して、あさって月曜日に、いよいよ、合同トライアルに挑戦します。牧野さん、新庄さんにメッセージをお願いします。新庄トライアウト出んの？出ます。すごいなぁ。野球好きやねんな、やっぱり、新庄も。うん、はい。それ、初めてサインもらったのが、新庄なの？あ、そうですね。新庄選手に手紙を書くって言って、うん、手紙を渡して、受け取ってくれて、ラブ新庄になって、で、ファイターズファンになりました。あ、そうか、そうか。はい、それで、この間会ったの？はい、会いました。で、対談したの？で、それは、まあ、対談ではないんですけど、新庄選手が出る番組にゲストで私も出演して、うん、で、楽屋に挨拶行って、ラブ新庄牧野マリアですって言ったら、言いに行ったら、あ、久しぶりだねって言ってくれました。覚えてくれた？はい、すごい。覚えててくれました。はい、新庄まだ独身やよな。新庄、そうですね、独身です。ね、今、独身はバツイチやけどね。うん、ははー、すごいな、トライアウト。いくつ、新庄？ 47、8？ もう40。48で？あ、まあ、まあ、通らないやろけどな。うん、これ、トライアウトが、生中継があるんですよ。ははー。それ見ようと思ってます。それ、生放送って、いつやるよそれ。テレビで12月7から、うん、10時からだったかな。10時から、ちょっと見ないと、朝の10時から一応どっかの放送局が放送する。そうです。あ、そう、新庄が言ってました。まあまあ、番組としてかな、これ、いや、なんかトライアウトの生中継。いや、番組としてやろな、このトライアウト。だって取らないぞ、48やで。ほんで、まあ、高いやろしな、もし取った場合、うん、新庄っていう名前があるからな。取らない。あ、番組として、まあまあ、それだけ練習もしてきはるやろけどな。はい。とにかく、メジャーの時に帰ってきて、メジャーの途中で、はい、サンマのまんまに出てくれて、太ももの筋肉が切れて、デコボコ、もう切れて繋がらない。うん。
ので固めた凸凹のままもう筋肉が固まんのを待って、その時も筋肉切れましたって目監督に言うたら出してもらえないから、はい、みんなに黙って、現役を続けていたっていう、もうここで足怪我しましたってもうチェンジされるからね、はい、それでもう自分でもおっしゃってましたけど、僕なんかはメジャーではこれで手術しますって言ったところで、代わりが、すごいやつばっかりやから、ここで譲ったらあかんっていうので、筋肉が断裂しても、プレーを続けたって言ってあったわ。やっぱりそれだけの根性、見えてね、ちょっと浮かれた男に見えますけども、それだけやっぱ根性はありますからね、心情。すごい練習してるし、なんか練習の方法も YouTube とかインスタライブとかでも。アップしてんの。はい。まあ一つの、まあ48で心情、まあまあ、とっても、ええねんけどね、シャレでね。ほいで、代打で、ね、出てきてくれたら、はい、面白いことは面白いよね。すごく嬉しいですね。なあ、まあまあまあ、消化試合でもええからな、うん、9回の負け試合に新庄立ってもらうと、やっぱりファンは喜ぶっていうのもあるよね。プロ野球やから、やっぱり人に見せなあかんし、お客様も呼ばなあかんし、そういうところはあるね。昔、メジャーリーグが、ものすごいダメになってね、お客さん来なくなった時に、その時一番売れてる役者さんを4番バッターに置いたっていうことも、あるからね。はい。これはやっぱり、人が集まってもらわな話にならんし、まあまあ、来年このコロナがどうなってんのか、まだまだ全然、読めないし。ですよね。大阪なんかもう15日までですからね、また。15日まで、要するに自粛。はい。もうなるべく、もう家から出ないでください。で、GoTo で65歳から今度はまたね、あまり移動するな言われて、そうそう考えたら、すごいショックでした。俺もすっごいショックやってる、昨日。60、高齢者の方、はい、高齢者の方は外出、自粛を。あ、いくつぐらい方からな、取ったら。高齢者の方は、あ、これは65歳からの方ですとか入ってる。うわ、入ってる。入ってる。どうもいかねえ。ピンとこないですね、高齢者っていうワードが。もう、俺がピンとこないねんからやな。お前らピンと来てもらっても。全く、さんまさん、庄司さん見てもピンとこないです、ね。まあ、俺ら二人は、ちょっと特別、ちょっと、若く見えるやろけど、まあ、この芸能界にいるからな。お肌めっちゃ綺麗ですよ、ね。めっちゃ、庄司は綺麗。めちゃめちゃ綺麗ですよね。すっごい綺麗。張りがね、すごいもんね。もう、高齢者、65から高齢者と呼ぶの、もっそやめてほしいんですよ。そうですよね。できれば70から高齢者と。言ってほしいですね。言ってほしいけど、インフルエンザ優先的に、まあ、ただで打てるからね。そうですよね。早めに受けられますもんね。ジェットコースター乗れないけどね。そっか。もう乗っちゃダメなんですか ?65 からジェットコースター乗れない。嘘本当人によりますよね。これね、本当にそう、免許欲しいんですよ。実は、大丈夫ですと。はいはい。これから孫、今あるがもし子供産んだ場合、うん、孫を遊園地に連れて行ったり、背中におじいちゃん、ジェットコースター乗ろうよって言われた時に、いや、俺あかんねん言うて。テンション下がります。孫としてもちょっと、とか、65やねんって言うても意味が分からへんやろから、免許、俺って多分大丈夫なんですよ。ね、心臓止まるいうことも多分ないと思うから、医者のね、検査を受けて、うんうん、この人、乗ってもいいですよっていうのちょっとまあまあ今そんな法律作ってる場合じゃないんで、うん、俺もそんなに言えないんですけども、朝から晩までメリーゴーランド乗ってる場合じゃないですもんね。違うの乗りたいよとか、コーヒーカップ乗りに行こうとか。3つぐらいしか乗れない。とりあえず休もう。アイスクリームこうたるから。観覧車18周目ですよ。いうことに、なるんで、ただまあそういうこと、ただまだまだ時間がかかるから、ワクチンもできたとか言うてるけども、まだあかんと思うんでね、まあとりあえず最善のね、要するに注意を今のところ守ってやらなしゃあないしね、こんだけ増えてくるとな、こればっかりはもうどうしようもない、えらいこっちゃわ、これ
野球も来年ね、最初は無観客やろな。そう、まあ、ウェガーワールドカップも2月に、12月でやると2月にやるみたいで、なんせオリンピックをやりたいんやろね。それに向けていろいろ試してはる。やってますよね。水泳でもね、いろいろと。いろいろ試して、オリンピックはどうしても、やらなあかんねやろな、いろんな都合上。選手は集まらないやろけども、なあ、はい。だからメジャーも寂しかったもんな。そうですね。最後しかお客さん入ってなかったから。そうやな。シリーズ。だからまあ俺はもう今年見てて、アルツーベのイップスになってしまった。うん、あのアルツーベを見て。はい、これやっとグリエルが。すごいものを見たなっていう、東急イップスって、あのスーパースターでもなるっていうのがすごいよね。そう。だから、庄司なんかちょっと長いことイップスにかかって、笑いのイップスに。なかかってるやん。それちゃうの？それイップスじゃないの？確かにあのコロナで、まあ確かに殺されてる部分はあると思う。ほんま、やっぱり周り、キリが悪くなりましたね、って。2月ぐらいからやから、ちょうど合うんですよね。そういう、ま、今ちょっとね、全部逆に言うとコロナの責任できますから、そうなんですよ。私もトミー・ジョン手術しないといけないかもしれない。コロナか。え、なんで？おとといなんか踊ったら肘が痛いんですよ。もう痛いこととかあるよ、そら。ん？いやいや、肘とか、どっか、俺らもゴルフやったり、スポーツやったりすると、あ、どっか痛いなの出てくるよ。どこ痛いの？ここダンスで？肘か。ダンスやるとここら辺が痛いんですよ、ね。筋肉じゃんか、筋か。え、お前そこまで曲がれんやろ？はい、曲がります。あ、ほんで大丈夫やんか。大丈夫。これ、カバン持たれへんかってんかよ。だから、この間も手術してんけどね。嘘やん。いや、本当に。ここ、カバン持たれへんかってん。お前、いつ手術したそれ。この間、だから11月の3日か。何やんか、俺に手術したって。笑うから。大丈夫は出てこない。確かに。とりあえずまた見せてまた笑われる。うん、それ辛いね。マジで。ほんで大したことないやろとか。絶対。上司、それは、入院したいや、入院はしなかったんですけど、血をここからたくさん取って、それを血小板作ってもらって、うん、血で。自分の血小板を作ってもらって、その今度血小板を、今度は左に。肘に。はい、あ、そういう医学も今すごいんですよ。すごいな。前なんかこうね、切ってなんか取ったりとかしてたんですけど。はは、一応そうして、様子見るんだ。はい、だからお前そんだけ曲がったら痛いよ。普通、骨とか筋言わしてたら。そうそう。え？筋肉痛かな。筋肉痛やろ。そうか、お前、打ち身や。あ、そうかもしれないです。そうやろ。はい、そうか、寝違えや。あ、俺ね、右肩、あ、じゃあ、ちょっと痛かったんですよ。はい。ほいで、あれ、あ、これみんな言う、四十肩、五十肩や、言うやつになった。でも、左手大丈夫やしな、右だけやな、と思ってたら、寝方が変だったんですよ。へぇー。うん。で、こうして、右手を、下に置いて、横向いて、寝すぎて変な形になって、俺多分夜中動いたり、はい、寝てる時に寝てる間もじゃあ寝てる間もじゃあ寝相の問題やから、あの性格の問題じゃんね寝相の問題や、それでああおかしいなおかしいと思ったら、はい、寝方変えたんですよ、はい、ほんな治ったんですよ。でもそういう人はなんかよく抱き枕巻いたら抱いたらいいって言いますよね。あ、そういうのも聞くの？あるんです。その、だいたいその、なんか安定できる体勢というか姿勢は。あ、抱き枕ってそういう効果もあるのか。圧迫させないような働きの抱き枕とかありますよね。あ、そう。俺はあるよ、アザラシの抱き枕。かわいい。かわいい。ほんまもんじゃないですよね。ほんまもんちゃう。ていうか、金持ってるからほんまもん抱きそうやんか。ぬるぬるって中にちょっと中詰めて跳ねよるやろパチパチっていやいや生きたやつじゃないで死んだやつも気持ち悪いよ死んだやつも気持ち悪いよベッドに連れてくんのも嫌やろそんな新しい生きたやつこっち来いってもうまあ何回かやってると新しいも頭ええからそうですね、ああ寝にかなあかんわ思ってついてくるやろすごいですからね可愛らしい、あ、そういう新庄さんに一言はい。言ってあげてよ。ラブ新庄マリアより。何？ラブ新庄。
アラブ新庄マリアより、こちらともくん5番全力のこんばんは。牧野さんといえば大のMLB 好きの有名ですが、今シーズンの、今シーズンも毎日中継やダイジェスト番組をチェックし、その知識は先日共演したブルージェイズの山口投手も驚くほどでした。牧野さん、改めて今シーズンを振り返ってみてはいかがですか？新作の細かすぎてつまらないメジャーリーグのモノマネも、お願いしますっていうことですけども。はい。これはメジャーリーグの、はい、山口投手と会ったの？あ、そうなんです。山口投手とレッド吉田さんと MLB の番組出演させていただいて、CS の、あ、レッドやってるんですよ。テレビ東京さんのです。あ、レッドやる、テレビ東京でやってるの、あれ。レッド吉田さんと、はい、山口投手と MLB 宣言っていう番組。あれテレビ東京なのか。はい。もともと BS か CS でやってたやつやろ。そうなんですか。まあそれはどっちでもええねんけど。はい。あ、それレッドと行ったのか、番組に。そうです。あの、山口投手と3人でお話をして。する番組。ほいで山口投手が、マー君とご飯に行くから、その時にジャッジを連れてきてくれるっていう話になりました。アメリカ行ったら、はい。私、ジャッジ合わせてくれるって言ってました。うせやん。じゃあ会わない方がええやろ。うん、そうかもしれない。憧れの人は。はい。うん。あ、もうすごいええ人らしい。あの、俺もマー君からの情報しかないねんけど、ジャッジはものすごい、あの、選手にはすごい人気みたいやね。うん。そうなん、ね、うん、あ、みんなに気を使って、はい、あれだけのスーパースターなのに、ものすごい気遣いが、うん、ある人みたいやね。だから、ジャッジの奥さんも、すっごいええ人みたいやね、はい。で、まだ結婚してない。あ、そう。彼女です。あ、彼女。彼女。あ、言うたら彼女か。うん。あ、いや、でも、あれ、舞ちゃんは、うん、その子もすごい人らしい。あ、そうなんですね。うん。あ、まだ結婚してないの、ジャッジって。もうすぐ。だからまだ、まだチャンスはあるかもしれない。お前、ジャッジに言われジャッジね、あ、ごめんごめん。まさかお前がジャッジ狙ってるの、ね、会えた方がいいよね。会いたいですね。まあ、まあ、要するに、まいちゃん通じて、あ、そう、さんまさんから。いや、俺はまあ君、とは、まあ、まいちゃんとご飯食べに行ったりするけど。だ、さんまさんだ。ジャッジ、だから、俺はもうジャッジって、なんか、大手何話していいか分からへんしやな。うん。あ、でも、日本の、これぐらいの、ね、女の可愛らしい女の子やったら、ジャッジも、なびきくかもやからな。うん。もしかしたらね、どうだ、英語とかできるのか、どうだろう、全然ジャッジが日本語喋ったら本気です。いや、ジャッジが日本語喋ったらじゃなし、自分が英語覚えなきゃいけない。多分こんにちはとありがとうは言うやろけど。うん、ジャッジも。うん、それはな、あの、諦めんでもええ夢かもな。へえ。うん、うん、多分結婚しないことを祈っとこうね。はい。で、お前と結婚することを祈ったらいいんだろ。そう、そうです、そうです。俺も知り合いがジャッジの読み上げたら、もうそれは嬉しいわ。うん。おお、だから行くもん、お前その辺でない、もういっぺん。ダメ、ダメ元で。いや、私はいいです。なんでよ。だ、スポーツとかわかんないですもん。わかんないけど、他の有名人とかやないか。いや、同業者はいいです。あ、同業者。あ、だから今お前韓国の防弾なんとか BTS 今度なんかまた1位取ったぞ。あ、そうです、ね、でグラミーノミネートされんねんてな。うんうん、うん、ね、今年のグラミーは、あいつらは参加、招待されただけで、うん、来年のグラミーはもう、要するにもう、ノミネート、うん、念願のみたいな書いてありました、ね、うん、ニュースに。俺去年ノミネートされてると思う。今年ね、うん、今年ノミネートされてると思ったら違うかってね。ビルボードとかは撮ってたんですけど。あ、そうかそうか、はい、あの辺のメンバーとやな。いや、無理無理無理。なんであの辺やったらいけんのちゃうのか。その、いやですよ、心配しかないじゃないですか。なんでや。あの、もうモテる、モテる人って常に女の子が近くにいるから。お前だからどうせかっこいい人と結婚したいやろ。どうせ君のいつもの話聞いてると。いやー、そうでもないですよ。一番大事なとこどこなん。一番大事なのは誠実さ。あ、わかりました。そうだよね。そう、誠実さすごい大事だと思う。落選。落選。さんまさん落選。誠実、子供的なね、うん、少年のような、うん、そうです、もう、うん、
なんでそんなお前ら若い人がそんな誠実にこだわることない。バツイチならわかるけどもやな、お前らが。はい。うん。いや、誠実さもね、うん、いいよ、ね。すごい大事です。どういう誠実、そう、誠実って。どういう浮気しないです。あ、またそれか。で、ジェントルマン。ジェントルマン。椅子を引いてくれたり、車のドアを開けてくれたり。あ、でもそこまでしなくていいです。なんか、うん、早く帰ってきてくれるみたいな、うん、お家に。さんまさん落選です。いや、今は早いよ。さんまさん早く帰ってくる。あ、そうなんですか。飲みにもそう行かへんし。あ、飲みに行けないからね、今。我々は、本当に、うん、もしね、カラオケでも行きたいと思って、うん、10時以降もやってる店もあるんですよ。うん、そこへ行って、もし週刊誌に写真撮られて3万行ってるってなったら、うんうんうん、そこのカラオケ屋さんに迷惑かかるやんか。うん、だから、それすらいけない。早く帰ってくることが誠実違うで、お前。そうそうそう。全然いいんですけど、だけどなんか自分のことをちゃんと愛してくれる人がいない、うん、かそんな。なんで、なんで愛するって何なんだから。ちょなんです愛するって何です何のラブです、ラブ。ラブ、ずっとラブラブで行ってほしいの。何年も10年も20年もラブラブラブなの、うん、これはしんどいな、ええ加減距離置いた方がええのちゃう、ラブやろけど浮気も完全犯罪ならいいです。無理無理、お前ら見つけるやねん。そう、女って見つけますよね、すごい、うん、勘が働いちゃうから、あの名探偵コナンじゃなしに名探偵女にした方が解決早いと。妙だな、コナンは30分やけど、はい、女がほんま 4,5 分で解決するんじゃん、うんうん、女性って勝手になんか携帯見る確率多いらしいよ。あ、俺がね唐沢やってる時に、はい、それアンケート取ったら、あのもう、20年ぐらい前の話ですよ、はい、70% でした。いや、多分あれじゃないですか、見ようと思ったんじゃなくて見えちゃうじゃないですか、うんうん、じゃあ、いや、見えちゃっても目そらすやない、普通礼儀として。あ、まあ見ちゃいけないかもっていう、そうそう、普通そうやね、こういうものは見ちゃいけないと思って目をそらすやんか、うん、友達のは見ちゃいけないって思うけど、ああ彼氏だったらいいかって思っちゃう。なんでいいの、なんか見えちゃうなら仕方がない。なんで見ようとしてんねやろしてないしてない、疑ってんねやろいやいやいや、疑ってるでしょ。疑ってる時点で2人は終わりやからね。安心したいんじゃない、素晴らしい、安心、うん、とりあえずもう覗き込んでも、はい、疑ってなかったら誰この稽古ってとか、うん、言えるぐらい愛さなあかんで、うんうん、何を稽古ってって言うとあかんで、うん、稽古だこの人と、稽古ちゃんから連絡が かかってますよとか今あ、でも明るく言いたいですね、うん、疑いなしにやね、うん、だから出なさいよ。やばい。そんな圧かけられたんです。ずっと。バイブにしとったらずっとバイブの中でブクッとこう。お二人ともそんな経験があるんですか？携帯がどんどん動いてくる。ブブブブ、遠くに。近づいてくるね、逆に。近づいてくる。この携帯も何を来る気読まんと、お前。何してんねん。そういう時に来るんだ。うん。だから俺は有名な話で、うん、向こうが女性でね、わっぱかかっていて、ここに恋人がいてて、それで、出なさいよ、出なさいよ、いう話になって、うん、わ、出るわなって言って、ほんなら、もしもしってこっち喋りよってん、うん、部屋にいる方が。うん、それで、俺は、向こうが何、今の声何って言ったからな。ああテレビやテレビやって言ったら、その横にいてた彼女が回り込んで、うん、私はテレビって言われる。怖いでしょ、怖いでしょ、怖いですね、すごい、今日なんかどんどん怖い話出てきますね、すごい、もっと怖い話しましょうか気になっちゃいますね、気になっちゃうすごい、そういうのって人のそういうのって超面白い。超自分じゃないから。怖ないね。面白いんやね。そういうことは多々あります。いやなんか昔電話かかってきて、はい、ベランダに出てね、はい、ちょっと今ちょっと大事な仕事で、まあ、ね、恋人がいるから、女の子から電話やったんで、ベランダに出て、鍵閉められたこともあります。はい、冬のベランダで。寒い。ここへ死にするんだ。でも心折れるときはね、パッとね、だから、ああ、でも女の子でも、うん、ああ、わかったわかった、ああ、で、その時間に入ったらええねんな、って、うん。もう全然仕事みたいな話してんだけど、向こうから、何言ってんの言うて、そのごまかすのに、もうこちらも、ああ、顔青ざめるわ。そういうふうな部分の中でも、なんかやっぱり苦労する部分もたくさんある。
まあいろいろ ね大変よ。まあこっちもそういうねこそこそする電話をつないでるっていうのはね、いけないことやっていうのはもうここへ来て分かってます。大きく反省してますでもあの頃は楽しかったのかな。若い頃は若い頃はね。おしまい。やったやった。褒めてます川柳褒め短歌のコーナー。イエイ。このコーナーはリスナーの皆さんに川柳短歌に思いを込めてもらい、私たちはもつを目いっぱい褒めていただこうというコーナーです。はいよ。まず私飯窪からです。はいはい。仙台市の青春小僧アクア飯窪春菜さんからです。よー。楽しみだ、アパレルブランド始めます。うやん。始まりました。おい、そんなんやってんの。そうなんです。それがアパレルの自分の店の。いや、服なの今日、網の。あ、ニットは違うんですけど、中に着てるのとスカートはそうですね。はは。はい。お前2枚あげたよな、俺、ニット。あ、いただきました。これカーディガンなんで、カーディガンです。はい、じゃあ、2枚あげたよね。2枚いただきました。1枚どうしたお前。ってことです。じゃあもう今日着てきてない。ずっと着てくればよかったですね。お前変にもらうなって。2週連続着てくればよかったですね。着てないんか、ずっと。やだ。それ家でも着てるやんか。はい、私もうめちゃめちゃ気に入って着てるんですよ。じゃあ、うん。気に入ったら着てくるよね。そうですよね。さまさんが、ね、絶対送った人、ね。俺なんかあれやね、もらうやろ、服。はい、それを写真撮って、はい、送った人に、はい、送るよ。そうですよね。もらった人に、写真で、はい、こんな感じで。あ、じゃあ次来たら写真を送りますね。いやいや、ええけども、急になんか自分の好みの服着てるからな。いやいやいや、そんなことないです。うん、今日は着てくるべきやと思うで、こう、あげた方。すいません、失礼しました。でそのブランドがディアミーディアミーっていう名前のブランドを始めたんです。ブラミーブラディアミー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 。それどういう意味な。あの自分ディアやろ。はい、ディア。だからあの庄司、あの手紙に書いてあるディア、はいはい、のミーや、はい、私やな、はい、ということやろ。そうですそうです。ディアミー、はい、うん、それを、はい、お前が何なんの。私があのオーナー。いや、プロデュースという形なんですけど、デザインとかではなくて、あの、セレクトしたものを売るセレクトショップになってます。オンラインなんですけど。あ、それをやるの。はい。あ、そうか、男性ものも。男性ものもあります。今後、ユニセックスのものもどんどん出していこうと。はい。ほんなら、まあ、ええのあったらちょっと2、3。あ、本当ですか。うん、でも、すごいリーズナブルなものなので、さまさんが着るほどその高価なものではないんですけれども。それは、まあ、高価じゃないものを着ておしゃれにするのが一番おしゃれやろ。確かに。何でも着こなしそうだし。着こなしちゃうから、俺。あ、じゃあなんか可愛らしいパッケージ。あ、なんかあったらな。はい。うん、その前に俺があげた、そうですね、その前に確実にセーター着ようよ。着てきます。買ってもらったら買ってもらったって辛いぞ。なんやねんお前、もうほつれとるやないかいお前これとか。あそこの網目の脇のところほつれとんどお前。もう渡す前にめちゃめちゃチェックしないと。自分で買うやろ。俺が買うねんからな。いやいやいや、私いやいや、あの買ってあげるよ、はい、そいつは助かるんやろ。いや、が、あ、私はそんな何も変わらないです。あ、そうなの。はい、そうなんです。買おうが、はい、要するに、そうなんですよ。あげようが、はい、あ、そういうポジションなのか。そうですね。へえ、まあまあ、お前大好きなやつやから。はい。洋服できるの嬉しいですね。嬉しいやろな。はい。さあ、続いて。はい。神戸市のブラックデビルダウェさんからです。よー。番組で、さんまさんのこと、暴露した。何をや。これ、昨日なんですけれども、金曜夜なんですけど、ブックスタンド TV という番組に出させていただいて、おうおう、水道橋博士さんの番組で、はいはいはい、こう、私が出るっていうので、M角さんが、私とさんまさんの年表を作ってくださって、はいはいはい、何十ページにもわたる年表を作ってくれたのが、こう、ヤンタンでの出来事が読み上げられたっていう話なんですけれども。そしたら、あれか、はい、ボールの話も出てきたの。もうゴルフボールもそうですし、まあ、さんまさんがいつも頭にご飯粒つけてる話とか、もさせていただきました。ゴルフボール受けてた。ゴルフボールですか、どうだったっけな。なんか M 角さんの話がもうすごい事細かすぎて、私も全然覚えてないことも多かったので。そうやろ。はい、あいつはもう何回もこのラジオも聞いたりしてるらしいねんけども、うん、本いただきました、あの青い本、うん、さんまさんの。ああ、そうかそうか。俺はまあ出してほしくないねんけど、あいつは出したいって言うんで、俺らはまあああいう本じゃなく言葉で伝える商売なんで、俺は本出さないねんけども、何かあれば言葉で伝えていきたいと思うから、本にはしたくないっていう、今までのポリシーで
来てんねんけどもね、うんうん、まああいつは出したいっていうし、これは俺に関して本はいっぱい出てるんですよ、俺関係なく、うんうんうん、明石家さんまどうのこうのとかいうのはたくさん出てるんですけども、うん、みんなは収入になっていいですねって言うけど、あれは収入にならないんで、うん、こっちの何のお金も入ってこないんで、うん、売れようが売れまいが関係ないんですけども、うん、あいつ M 格が全部やりよったのか。やってくださいましたね、はあ、で私も小6にさんまさんから去年いただいたワンピースを着ていって参加しました。あ、そう。はい、あの可愛らしいやつ、白い真っ白いワンピースを似合うな言ってた、みんな可愛いって言ってくれてました。あ、そう、はい、それはよかった、うん、よかったですね。よかったですね。よかったですねやないね。ああ、そう、そうか、うん、だからイーグマは何年このヤングタウン。2013年からなので、あ、もう7年、はい、7年ですね。う、7年も経つのか。そしたら毎週のことやからいっぱいあるよね。いや、もう量がすごかったです、うん、ああ、そう、本当に、はあ、はあ、そういうお前のとこだけでもそんだけあんねんね。うん、あれはパート1とか書いてから 2,3 とか出んねやろ多分な。あ、そうでしょうね、うん、売れたらの話やろけど、うんうん、はあ、はあ、さあ続いて、はい、東京都の田中田直さんからです。よー、出産し我が子を抱いた夢を見た。嘘、急に母性に目覚めてしまう。そう、夢なんですけど、出産する夢を見て、こう左腕に自分の我が子抱いてたんですよ。もう産んでた？産んでました。だから痛いシーンは全部飛ばした夢だったんですけど。でもすごい温かさは感じて。はい。今まで私、子供とか全然いらなかったというか、願望全くなかったんですけど、ああ、その夢を見てからちょっとだけ母性が芽生えましたね。いやいや、だから今、はい、多分お前、子供を産みたいとか、はい、結婚したいっていうのがどっかあんのちゃう？そうなのかな。いや、そうやって。すごい強いねんって、うん、お前多分。でもこれ2ヶ月前ぐらいに夢見たので、今はまた子供いらないっていうモードに入ってるんですけど。いや、好きな人ができてんやろな、うん、お前。いや、そんなことない。お前突然また結婚とか、はい、どうのこうのなってもええけどね。俺はもう慣れてるけど、はい、お前な。でも占い師さんに言われたんですよ。仲良い占い師さんに、私は今年の年末に出会う人とスピード結婚で来年結婚するのがいいですよって言われて、だから今から年末が楽しみなんです。よく当たる占い師さん。はい、まあ占いって俺はもともと信用しないんですけども、うん、まあまあもとも信用しない。庄司が75からブレイクするってわけのわからん占いある。あと10年、あれは細木先生ですからね。先生は当たるから、俺も楽しみで楽しみで。もう4時5時に目覚めてるの毎日。75件からみたいな。ああ、そういうのはあるのか、うん、女の子はそういうの好きやな、ね、出会いが夏にありますとか、うん、年末に私と結婚しますとかいうのは信じてないけど嬉しいだろ、うん、そう、なんかなんとなく楽しみにしちゃいますね。どんな風になるんだろう。いや、好きです。タロット占いとか、うん、よく飲み屋さんのママができますから言うて、女の子ええー、のが出るまでずっとやらされてました。すいません、もう一度、もうそんなにええもん出るまでやるもん違うやろって。確かにな、それを待ってでもな。ほんで、ダメな占いは信じないでね、女の子の方がな。そうですね。いいことだけ拾うねな、あれ、はい。すごいよな、女の人って。さあ、続いて、牧野。はい。大阪府のまーちゃんのヒットチャートナウさんからいただきました。関西弁最初に覚えた630円。何がや、多分630円っていう言葉で最初関西弁を教えてもらったんですよ。何、関西弁かそれ。わかんないんですけど、630円みたいな。じゃあ、東京どういうね。630円。関西は630円。小学生の時の話なんですけど。630円。で、おばちゃん何ぼこ、630円。ああ、そうです。630円。630円。うん、関西弁やな、これ。はい。それを教えてもらう。東京は630円。630円。うん。それみんなに買うてほとんど下がるけどね。何も買ってないです。例えば、関西弁を言うならって、例えば、100円。100円。あ、東京は ?100 円。あ、そうか。100円。200円、300円、400円、500円。全然違いますね。100円、200円、300円、400円、500円。500円。東京で500円。500円。500円。500円にしよう。500円
円だけ一緒なんだ。え、100円、200円、300円、400円、500円。はい。うん、一緒です。お前言ってみ、100円だ。100円、200円、300円、400円、500円。あ、500円一緒や。500円一緒なんだ。一緒だ。面白い。500円一緒や。600円、700円、800円、900円、1000円。1000円。600円、700円、800円、900円、1000円。これ一緒やな。あ、すごい。500円から一緒やな。500円から上が一緒 ?1000 円。お、500円、600円、700円、800円、900円、1000円。うん、1000円。1000円、おう。1000円。1000円。お前言ってみ、500円から。500円、600円、700円、800円、900円、1000円。え、1110円は ?1110 円。1110円。1110円。あ、全然。お前ら1110円。1110円。1110円。これ1110円やん。1110円。あ、ミケタは一緒なんだ。あー。面白い。500円から、500円から1000円まで一緒で、1010円から変わってくるんだ。そういうことやな、今。そうですよ、ね。な、聞いててそうやったよな。はぁ。はぁ、はぁ。500円、600円、700円、800円、900円、1000円一緒なんだ。一緒なんだ。なんでそこだけ一緒やねんの。100円、200円、300円、400円、500円、600円、700円、800円、900円、1000円。100円から言ってみ。100円、200円、300円、400円、500円。じゃあ、お前、大阪弁なんだよ。え、なんかやってないです。これでもね、100円、200円。100円、200円。ちょ、同時に言おう、せーの。100円、200円、300円、400円、500円。分かれんやねん。誰がジャッジすんの？アーロンが。アーロン。さあ、続いて。はい。大阪府のミッキーメガネのサンちゃんさんからいただきました。よー牧野マリア、最強説濃厚、by、武井壮。最強説濃厚、武井壮どこだろう。武井壮さんがツイッターで牧野マリア最強説濃厚ってつぶやいていました。え、なんで？わからないです。突然ですね。はい。突然つぶやかれてたので、はい、私もいいねしたんですけど。詳しいの？その親しいの二人。いや、でもなんかジュースジュースさんのこととか、うんうんうん、あ、はなんかハロプロが好きなのか。たまーにつぶやいてくださってるのかな、うん、そういうことなんだ、うん、不安なんだ多分。でもなんかはっきり好きっていうイメージもないから、そうですね、なんか新曲は聞いて、うん、なんかミュージックビデオ見てくださったりとかする、うん、あ、一応いろんなもん見る中でか、うん、ね、牧野が今最強やって言ってるのか、うん、言ってくださいました。あ、理由はダンスがうまいとか、ね、つぶやいてなかったですね、うん、最強しか、うん、あ、牧野のことが好きなんだ今多分。なんですかね、うんうん、何かを見てそう思ったのかもしれない。そうやわ、そうでしたら嬉しいです、ね、まああいつは、スポーツ好きやし、うん、であいつの夢は、始球式に出て150キロ投げるまでそれで練習しとんねんけど、すごい、うん、140は投げれる人だ、まああいつ日本トップやからね、あの、うんうん、十種競技では、うん、それは確かやね、オリンピック選手やからな、うん、だからそれで、出たら、話が来たら150を投げたいからって言ってその練習球を俺にくれよったけども、うん、思ったやつがすごい、すごい、あ、もう手首鍛えられんのそれで。なるほど、そういうやつやね、うん、プロが使うトレーニング用のそれを投げて練習してるらしいね。へえ、すごいな。だから牧野のことが好きやってことやな。嬉しい。牧野最強。やっぱ野球の関連なのかな。そう、野球が好きでお前が野球詳しいから。うん。そうなんですかね。なのかな。もしかしたら。うん、そういうことやな多分な。うんうん。あ、やっぱりそういったら嬉しいのか。嬉しいです。すごい嬉しいです。ほんと俺も、好きな人をつぶやいたらいいんだ。はい。嬉しいと思います。牧野マリア最強。いや、じゃあ俺は全然他の人やけども。残念やな。何でも最強にしてほしいんだよな。俺ら俺の個人のやつがあるからやな。うん、まあ、やってないけど。そうですよね、うん。でもアカウントは持ってるからね。あら、そうなんですか。そうらしい、ね。あ、作ったんですか。この間驚くでその話になって、アカウント持ってる意味すら分からへん。さんまさんアカウント持ってますよって、マットが言うて、うん、アカウントって何やいう話になって。ほんで、さんまさん持ってますよって、あの、三択で、はい、昔、木村が撮った写真を渡辺直美ちゃんと俺でボディーガードやってる写真を一日だけ上げてるんですよ。はいはい、で、それを今でも使えんねんってな。あ、そういうことか。あ、じゃあ、持ってますね、アカウント。アカウント持ってんねんて。うん。だから、それ俺を使えばいいんだろ。使ったら、突然、つぶやいてみたら。インスタ。インスタ。インスタで、そうか、突然俺がつぶやいたいんだろ。へえ、ちょっと後でフォローしますね。あ、私もフォローし、庄司さんフォローしてるから。え、うん、じゃあ俺はフォローしなくて、俺やってないもん。だから載せたらいいです。うん、
じゃあ平じゃなし、うんうん、だからワッペン貼ってるところとか、はい、チクチクしてるところ出来上がりとか言うの、うん、じゃあ何々さん最強って送ったらええんやろ、また浜辺稲美ちゃん最強とか言うと好きってことやろ、今の感覚では、まあまあ、そうやろ、はい、そういうことに使おうと思ってる、はい、こんだけ芸人が喜んでくれね、芸能人が喜んでくれねやったら下心満載で満載でもう満載久しぶりに動かすの、もうつぶやいたら好きっていうことで、さあ続いて、はい、岐阜県のトロンベア巨大なインコさんからいただきました。番組で小林幸子さんと共演したよ、サインもらったばあちゃんのために。あーすごいよな小林幸子さんも、はい、今年紅白を、落選、小林幸子さんも、もう小林幸子さんの美川さんはもうずっと入れとくべきやよな、本当にあれだけ紅白の歴史を作ってきてんねんからな、うん、そういうのは紅白は別にいいのか、うん、ああこの間桜坂、はい、元欅の桜坂さんに会うて喋、はいはい、ったんですけど、やっぱ AKB さんが落ちたのがちょっとやっぱりショックらしいな、うん、だから AKB から枝分かるやろ、うんうん、桜坂とか、まあ、そうですね、その枝の方が紅白出て、うん、元の木が、出ないっていうので、なんか、ショックですとか言ってた、うんうんうん、そういう時はやっぱ AKB はな、はい、この王道やったのに、うん、ああそうか、お前らも紅白出てないでもな、出てないですね、出たことないな、はい、モーニング娘。をな、うん、出たいやろお前、はい出たいです、なあ出場したいです、ね、だからこの間エイト君に会ったんですよ、明石家紅白っていうやつで、うん、はい、もっそ面白いやつですあれ、普通の感覚で、はい、9月に契約したばっかりなんですってね、あそうなんですね、そうそう、この間の9月に、事務所、はい、ABEX と契約したばっかりで、うん、まだ1枚も CD 出てないんです、あ、そうなんです。9月だったらそうですね。そうそうそう。だからあいつは自主出版で出してたけど、レコード会社から CD は出てないんで。うんうん、で、みんながあの終わってから触れるんですよ。CD 新曲出ましたとか、うん、今日歌った歌これですってくれて、うん、エイト、俺に渡すもんないから、うん、すいません、これ僕のシールですってあいつのシール持った。へぇやった、大好きなシール増えましたね。大好きな。大好きなシールまた貼れますね、また貼れるけどなエイトのシールどこにあるだからドルガバの香水に貼ってあげようかと思ってる、うん、あいいじゃないですか、おしゃれ、おしゃれやし、うん、この間いろいろ聞いて、やっぱりお前この時ドルガバって女の香水なかったよなって、聞いたら、うん、そうなんですって、あれ響きでドルチアンドガッパーにつけたんですって、へー、実際どんな香りかとかは違ったんですか、ね、友達の男の友達のやつで、うん、でこれいい匂いだねって言って、うん、なそこの歌詞を悩んでたらしいんです、あそこ、うん、ほんでそばへつけてて、自分もちょっと貸してくれつけて、あこれいい匂いだって言って、うん、何これって言ったらドルチアンドカッパーな、ドルチアンドカッパーいい響きだ、それ歌詞にしようって言って入ったらしい、うん、だから、うん、俺この頃ドルガバー女性香水なかったはずやけどなと思って、うん、ずっと不思議やったんですよ、うん、それを聞けて、よかったですよ、うんうんうん、それでもう、マツコにドルガバの、香水プレゼントしたんですけども、はい、そしたら香水っていうのを、うん、まあマツコはつけないけど一応今流行りでって言って、うん、あげたんですよ、その時も言ったら毎年匂いが違うねんってな香水って、あそうなんですね、なあ、うん、それであの時の歌の時の香水、くれって言ったらないんですって言われて、うん、毎年匂いが変わっていくんですって、今これしかありませんって言って振ってもらったんですけど、あれはもう響きだけであれやったらしいです、うん、うん、じゃあ最後の人にあげましょうか、そしたら、はい、トロンベア巨大なインコさん、はい、メンバーのサイン入り色紙を差し上げます、ここで1曲聴いてください、マリア曲紹介お願いします、はい、こちらモーニング娘。20の69枚目のシングル、12月16日に発売です、モーニング娘。20でギューされたいだけなのに、ギューされたいだけなのに、何も分かってないじゃない、何も分かってないじゃない、さあ
忘れたって意味なし。万年孤独愛情不足サケちゃんシンドローム頑張ってほしい。透明のキスは争奪あなたの心のポイント採点新コーナーです。あなたのこの一週間の何気ない行動を心だけは会社の重役クラスのさんまさんが判定します。そうですね、社長になりたいね、早く心だけは社長になりたい、うんうん。では1通目です。大阪府のタフィーロールさんです。先日読売ジャイアンツから阪神タイガースに金銭トレードで移籍することが発表された山本康弘選手のニュースを知って、甲子園球場のヤジが心配になった私は、巨人ファンでもなく阪神ファンでもなく MBS の辻アナウンサーのファンです。まあ、しょっぱなこれは50点なんですけど、お前らはこの事件は何にも知らない。何にも知らないです。このね、辻アナウンサーで明石家テレビのアシスタントだったんですよ。はい、突然結婚しますって言って、ほんで1週間後に妊娠しました、辞めます言って、はいはい、もう訳のわからん展開で、はい、辞めていって、後釜探すのが大変だった、全番組、全番組がもう大変で、ほいで次の日にもう東京へ帰っていったんですよ、うんうん。もう会社、明石家テレビ収録終わりました、どうも仲いいことありがとうございましたって言ったら、もう次の日東京帰ってたんですよ、つわりがひどいっていうので、はいはい、それは、仕方ないんだけど、東京の実家へ帰ってきてて、で彼と一緒にいたいから、ほんだら阪神、巨人に、うん、これすいません、これこういうことになりましたんで、って言ったら、その時にもうおそらく阪神行きが決まってたうーんだろうということで、向こうはいやいや、それはちょっとシーズンが終わってからどうのこうのって言うて、はい、口をどうも濁わしてて、そしたらこの間阪神にその選手が行く、山本が行くっていうので、引っ越し線でも良くなったんですけど、東京戻ったけども、これさあどうしましょうっていう話になって、スタッフは帰ってくる言うたらどうしましょうって、知らんちで放送局で君アホ言うて、そういうことになったんですよ。だからもう大阪にいてアナウンサーね、出産するまでできるやんか、お腹ちょっと大きくなっても、仕事やり続けてたらそのまま大阪だったのに、そう、引っ越しでもいらんかったしね、そう、そういうこと不思議な。へえ、そんなことあるんですね。そんなことあんねんな。まあもちろん辻は知らなかったやるけど、東京帰ってゆっくりと思ってたやるけども、はい、さあ2人はどうすんのかっていう、東京で単身で大阪行くのかっていうことやねんけどな。不思議なことが起こりました、私の周りで。50点。はい、大阪府のワイワイユイチさんからです。会社の休憩スペースに多目的室があるのですが、渡部さんの事件以来、名前がただの食堂に変わりました。一つの会社の部屋の名前を変えてしまいました。でも木曜の会見でみそぎが済んだので、多目的室に戻ると私は睨んでます。これはまあ私の後輩が、お笑いという世界の後輩が迷惑かけたんで、60点差し上げておきましょう。宮城県年末のハニートーストさんからです。先日お風呂用品を買いに行ったところ、木村拓哉さんが購入と書かれたものの隣の棚に、明石家さんまさんが愛用と書かれた入浴剤、週末のレモネードがありました。私は迷わず入浴剤を購入しました。何それ。木村が書かれ、いや、ちょっと。あ、嘘か。あ、ネタでしょ。これネタです。あ、これはネタか。これは45点。はい、兵庫県マリアちゃんラブリンタッツーさんからです。牧野マリアちゃんの握手会で会心のダジャレを言ったら、マリアちゃんにそれマリアが小学校の時に考えたやつだからブッブーと言われました。会心のダジャレ、今日の会心のダジャレは
それが面白かったらこの人にあげるから。はあ、素敵、素敵。30点。すいません。過去最低得点。素敵、素敵。もうひどすぎたね。それも近所のおっさんも言わないね。ステーキ、ステーキなんてもう、本当に。昭和20年ぐらいで終わってるダジャレやね。はいはいはい。なよ。舌出した。え舌出した。20、20。下がっちゃった。笑ってるよ、はよさ、はよ。ちょっと面白かった。何すいません、愛知県の4番エースさんからです。村上昌司さんのインスタに毎回いいねをしてあげている心優しい牧野マリアちゃんに泣きました。うん。に泣きました。あ、これはもう優しい。お前毎回。はい。いいねをしてあげてるの。全部見てます。膝怪我したのも。ありがとう。見て。お前膝怪我した。はい、なんでちょっと血だらけでしたよね。笑うから。かさぶたになってきたんですよ。笑うやん、絶対。怪我とか病気。かんでも、笑うか。俺、知らんかった。では、毎週お手でね。はいはい。こいつ、肘も手術したのも言わないし、うん、膝怪我したのことも言わないしやな。いや、だからびっくりしました。インスタで見て、え、膝怪我してたのと思って。はぁ全然感じなかったですけど。お前言えよ、これが。笑うから。もう笑われるの嫌やね。こっちは痛いのに。偉いな、牧野、はい、ありがとう。見てます。ありがとうございます。これはもう、55点あげましょうよ。はい。愛知県なーさんさんからです。さんまさんすみません。今までさんまさんが後輩芸人に対して怖すぎるので苦手でした。しかし自分が会社で出世し、役員になると、さんまさんのあの表情が理解できるようになりました。木村拓哉さんきっかけでさんまさんのラジオを聞き始めました。マスクお願いします。大好きです。そうか、木村がいいよってな、本番前の一瞬の顔がグッと閉まるって、あれが怖いんすよって。あ、そうか、そう、それを見とったのか。そうですかね。これも投げましょうね。59点。はい。大阪府のゼラチン体質さんからです。僕はかかりつけのお医者さんやよく行くコンビニなどは知人の情報を頼りに胸の大きな女性が働いているかどうかで決めています。偉くない、正直やん。いやいや、じゃあこういうのは本当は言わないやんか。それを、はい、あ、いい子もが読むって分かって読ます、はい、こいつ の要するにブレない凄さね。いや、もう私は0点です。いやいや、あなたは0点か知りませんけど、こいつのこだわりね、はい、その他の女に嫌われようが何しようが私は胸が大きい人が好きですっていう、はい、こだわりは俺は好きやね、生き様としては、はい、52点差し上げましょう。はい。富山県の最後の増水さんからです。先日体調が悪かったので病院に行くと、脚気の検査をすることになりました。ベッドに横たわり、先生が私の膝を小さなハンマーで叩いた瞬間、思いのほか強く反応してしまい、先生の顔面を蹴り上げてしまいました。このご時世、医療従事者にひどい仕打ちをしてしまった私の心は、出世どころか左遷されていて、されても仕方ありません。どうし、いくつやねえの。何、いくつか書いてないんですね。今も脚気の試験ってないねやろ。どうなんやろね。今なんか言わないらしいね。あの脚気でピクンって俺らがコントで昔やってた、はいはい、ああいうのがないねんけど、うん、偉いな。これ68点。お、終わりや、はい。終わりですね。今日の5人。以上ですね。どうなったのか今持ってきますけどね。はい。脚気の試験がテストがないとかいうのは聞いたことあるけどな。今回ですね、はい、ポイン、あのマスクゲットしたのは大阪府ワイバイユイチさん、愛知県4番エースさん、愛媛県ナーサンさん、大阪府ゼラチン体質さん、富山県最後の増水さんの以上5名の方、ヤンタンマスク当たります。おめでとうございます。おめでとうございます。癒せませんのコーナー。イエイ。さあ、牧野は3ヶ月半ぶり。はい。このコーナーは牧野は得意です。で、早く終わって、MLB のモノマネをするって前回やってました。早く終わって、MLB のモノマネをここで。あ、もうあまりにも合格で、いつも今日も、メジャーリーグの選手のモノマネは、はい、持ってきた。ワールドシリーズ編で持ってきました。すごいな。へえ、そんなにうまかったかな、マキノ。なあ、
うまかった？いい雲、こいつ。ノリノリな気も、あの、イメージではありますけどね。恥ずかしがらずに。やるっていうイメージはあるのか。はい、まあまあ、いい雲から行ってみましょうか。はい、兵庫県のマリアちゃんラブリン、タッツーさんからです。そこじゃない。あ、今日頑張ってるね。ほら、うん、私先週から調子いいんですよ。じゃあ、自分で言うな。さすが。それ俺たちが言うから。あれ？じゃあ、やっぱり舞台稽古してるからかな。いや、そうなんですよ。ね、声かすれられるようになって。かすれられるようになったのと、はい、やっぱり芝居しようっていう気持ちが強いのかな。うん、かもしれないですね。いや、多分せやて。はい、お前、ドラマの最中とか、はい、そういう時ええもん、お前、このコーナー。わかりやすくここでやる気が出る、やる気が出るか芝居心が、はい、まあ、一応目覚めんねやろな、うん、やってると、休んでるとあれやろけど、うんうん、はい、もう今日もね、いつも言うてることをちゃんと守ってやったもんな。ありがとうございます。あ、これもメジャーリーガーのモノマネできるわ、はい、これは。やったさあ、マキノ行きましょうか。はい、兵庫県のともくん5番さんからです。ダメ、恥ずかしいから見ないね。もう疲れてやってるの、気合入ってる、いつも以上に気合入ってる。うまいよ。やった、今日過去最高にうまいかもしれない。うまいな、はい、なんかお前つかんだ、なんか、あ、でもただ私は読むだけ。あ、いつもすごい、かっけー、天才、天才や、天才や、やった。私努力せんでお礼しちゃった。ただ読むだけ。すごいな、マキノ、お前。どんどん、お前、武井壮に褒められてから、どうも、ノリに乗ってるね。うん、最強説。これもどうしてもメジャーリーガーのモノマネやりたいんだよな。ワールドシリーズ。さあ、それでは、行きましょうか。はい、東京都の宮礼さんからです。すごく、熱くなってる。どうです？いや、どうです？なあ、酸素ミストが飛んでしまったの。何がどうです？じゃあ、そんな問題じゃ。どうです？お前、何自信つけすぎて、どうです？今の。じゃあ、そこまでうまくないね、まだ。俺ちょっとおだてたら、こいつ調子乗りやがったな。どうです？どうですよ、ないね。まあ、いつもより頑張ったけど、言葉最後聞き取れにくかって。うん、あ、すいません。うん、もっぺんかい、もっぺん。はい。すごく、熱くなってる。どうです？じゃ、どうです？どうです？それ、僕が言うから、その、上からあかんねん。すいません。やりましたけど、どうです？どう、なんかある文句っていうような、態度が、良くないと思います、僕は。あ、すいません。それは良くないと思いますけどもね。さあ、行きましょうか。はい、ま、牧野もなんか、パルテルってこっち見て、来いよ、みたいな感じで。気の強い二人やな。はい、どうぞ。千葉県のモーリーさんからです。あなたのバットのヘッドをしっかり立てて。バカじゃない、最低。いや、本当にごめんなさいね、マキノ、これはもう、俺から謝る。これ記者会見せなあかんね。そう。これはもう最低も。あ、これ？これ選んだよ。あの鈴払いがもう、はいはい、何がバットのヘッドどうの。謝罪会見な。謝罪会見やなこれ。うん、これはもう負けのかわいそうや。もう、それをもうよくぞ、うん、クリアしたっていう。素晴らしい。さすがですね。さすが、負けの矢は。さあ、そう、やりたいメジャーリーガーのものも、はい、いいんですか、うん、今年のワールドシリーズよりやろ、うん、ドジャースの選手行くのか、どうですかね。まずは、うん、ホームに帰ってきた。まずは、いくつもやるの。行くでいいよ、そんなに時間ないから。じゃあ、2つ。お、2つ、はい、行けよ。ホームに帰ってきたムーキーベッツ。ベッツ、ね、続きまして、ベッツね、一番バッターのな。続きまして、レイズのアロザリナ。ホームラン打った時ね、座りましょう、とにかく座ろう。ブーリトルからの
クラスの。いや、そんなんいらんから。あの、どんどん俺しか分からへんし。俺も誰もメジャーリーグ見てないし。見てないし。結構有名な選手で行ったんですよ。いや、それでも俺らは分かんない。俺は分かってるけど、あの、他の人誰でも分からへんから。まあ、ベッツは元レッドソックスにいた人です。そうです。レッドソックスいた。ああ。だから今年も、あの、打率は良くなかったけど、はい、あいつが最優秀選手でもええよね。そうですね。守備も出し、走るし。もう、素晴らしい選手、ね。ボーリングも上手ベッツはね。はい。おしまい。はい。やったやった MBS ヤングタウン土曜日すべてのコーナーの宛先はヤンドアットマーク MBS1179.com YANDO アットマーク MBS1179.com です。皆さんお待ちしてます。来週私イークボはお休みで横山が登場します。ゲストはモーニング娘。20の加賀楓ちゃんです。4ヶ月ぶりのカイディです。同期コンビお楽しみに。さやしりほと〇〇と毎週土曜夜11時半明石家さんまさんのヤングタウンに続いて放送しています。必ず聞いてくださいね。さあ